やばすぎ。何これ、3600点ぐらい入ってる。こんにちは、のまです。パワープロプリやっていきます。今回は全員つ入りの彼女なし構成ですね、やっていきたいと思います。アーサー、そして猿川、善逸、胡蝶、忍、善哉、犬山くんということで、今回は球速が172、コントロール112、スタミナが102の、かつ、彼女なし構成ですね。ちょっとやれるかどうか、まあ、僕自身もわからないっていうところがあったので、ちょっとやりたいなっていうところで、やっていきたいと思います。せんまるで、マネキとカロバーですね。行きましょう。お、いいね。ナイス。どんぐらいやれるんでしょうね。彼女なしって結構、やられてる方自体は見るんですけど、実際やったことないんでどうなんのかなみたいなところはありますね。体力の維持が結構大変だと思うので、その辺がどうなるかっていうところと、頼む。仙台で、OK。仙台じゃないと辛いからね、遠くて。からの6。6でメンタルかな。うん、6でメンタルか。踏めるときはメンタル踏んだ方がいいかなという感じは。たられば、もう悪くはない。わあ、福引きか。福引きはいらんわ。ああ、なるほどね。技術もらいましょう。変化系ポイントはね、割とあるんで、大丈夫だと思います。で、サクッと福引き使いまして、精神。お、ゆかりの地とか止まれないか。あー、正直めちゃくちゃ微妙っすね。便所店でももらっておきますか。そして監督強化。体力回復。ここは確実にゴールしたいですね。OK、ナイス。近いんでね、エンバーもね、結構ゴールする可能性あるんでね。頼む、近場で。青森とかがいい。まあまあ、遠くはないが。遠くはないが、なかなかのあれですね。OK。これマジで一個もわかんねえんだけど。まだ高校のイベント関連一個もわからないっていう。ちょ、休校で急いだ方がいいですね。ちょっとエンマーもだいぶ、てか12とか出るかな？あ、出ますね。オッケーオッケー。いいんじゃない？休校使います。で、12でかっ飛ばしましょう。12。10か。こっちでもいいな。ゆかりの地は一応止まれますけどね。ここは全財で10で。残り6でいいでしょう。頼む！お守りいらん。これさ、全財いると、おー、絶対ゴール確定。これ全財いるとさ、回数来るとかあるかな？ちょっとなんかその辺が気になるところですね。で、6、残念ながら、ないので、まあ、これで、しっかり行きましょうって感じなんですけど、6か。横浜に関しては、精神と筋力かな。ちょっとゴールしても旨味が少なさそうな感じかもしれませんね。現状このまま行くと。ただまあ別に行きたいなって思えるところもないので、エンマがもう、いや、行こう。これは行こう。これはゴールしましょう。ちゃんと。スタミナ踏むか、アーサー上げとくか。胡蝶忍もあれだしね。はい。よし、オッケー。ただ、ここは買い物がほぼほぼできないと思います。名古屋ナイス。方角もいい方向ですね。で、正直これはそんなに買わなくてもいいんじゃないかな。うん、ここに関しては、今は温存で。ねずこちゃんに届け。で、11。ゴールドカードを先使います。5か6。あ、いいっすね。ゆとりの地一応行けるのと、静岡入っちゃってもいいですね。どっち行こうかな。
静岡は何回か泊まんなきゃいけないんで、ちょっとあれかなっていうところもあるんですけど、買い占めがな、無理なんだよな。買い占めは無理なんですよね。で、名古屋で筋力使うかどうかですね。気にしなきゃいけないのは。っていうのはあるので、ちょっとこれで確認したいんだけど。名古屋、はい。名古屋に関してはこんな感じで、筋力は使わないので、まあ、止まってもいいかなって感じですかね。うん、止まってもいいかな。で、筋力使っちゃいましょう。はい、はい、はい。はい。筋力使い切っちゃっていいよね。で、終了して、ぶっ飛びカード。で、ゴールはできると思うので、まあ大丈夫って話と、下ですね、打ち返されなきゃ OK ですと。で、ゴールちゃんとできてよかったって話と、見えねえ。技術が800点、精神も800点使えるって感じか。ムービングファーストだけ取った方がいいかな。うん、まだ足んないですね。技術がかなりあれですね。250。まあ、大丈夫かな。精神があれなんですよね。精神があれなんですよね、マジで。精神があれ。変化ポイントちょっと伸ばす感じでいいかな。あんまり使いすぎるとおかしなことにはなるので気をつけながらですが、こんなもんでいいかな。ナイス。意外といけますね、彼女なくても。まあ、結構ギリギリですけど、体力的には。した。おわ、大阪いいね。目的地はかなりいい感じで進行できてるような気はします。800使わ、まあいいか。これは行こうか。ナイス。いいね。実力行使でいいかな。からの144ゴール。いいですね。今のところは、順調かなという感じですけど。京都か。油取り紙いらんでしょ。カードをサクサク集めた方がいいですね。そろそろ厳しくなってきてると思うので、いろいろと。っていうお話と、キレとか取るか。ちょっとスタミナ上げます。で、はい。残り4。急行ナイス。しのぶさん。いやー、最大値上げてほしかった。最大値はね、上がんないとね、結構、彼女いないんできついんでね。タラレバー使いましょう。5。いやー、いいですね。素晴らしい。大阪か。大阪は、筋力、技術、精神、まあ全部使う感じなので、このまま普通にゴールしましょうかね。で、さ、いいんじゃない？悪くないっしょ、これ。むしろ順調でしょ。した！おわ、いやー、静岡はちょっと負けるかもしれん。これはやばいかもしれませんね。筋力、なるほどな。どうしましょうかね。正直これだったら、こっちでもありだな。そうか、全然足んねえのか、ポイント。温存しとく意味はないと思うので、これでいいかな。はい。で、行きましょう。緩急、ナイス、技術。そして、変化球が若干ですけど、カンスト気味にですね。ただ変化球に関しては、まあ、言うて他のポイントもらった方がうまいまであるので、カンストさせていてもいいかなという感じはします。ただ、決算のポイントがそろそろ入ってくるので、それも頭に入れながら。
エンマあと6か。これ多分負けるな。おそらく、厳しいでしょうね。手話と、京都いけるな。変化球今使ってしまったわ。ちょっと行きたかったな。技術、精神、筋力、全部、いい感じでは使えるので、行くのか、もしくは、京都って絶対これ1回じゃ無理よな。筋力ポイントが900点。どうしよっかな。カード取りに行ってもいいんですよね。カード自体もそんなにいいもんがいっぱいあるわけでもないのと、一応12。いやー、むずいな。京都ありだけどな。経験点増やすっていう意味では、まあ、ありかなって感じはするんですけど、あとは、まあ、静岡にワンチャン入れた時のことを考えるんであれば、ちょっと筋力は残しておきたい感じはあるっすね。油取り紙どうせ買わないんだったら、みたいなところはあるので、カードかな。カード行きましょうか。で、まあ、カンストとかはしないと思うんだよな。急行を使う必要はまだないかな。うん。これでいいでしょう。ほい！買ってきます。で、どう、わー、そうよな。さすがに。で、鹿児島になっちゃいました。遠い、お守りカード消えた。まあまあ、悪くはないんじゃないですか。4815。これを、静岡ゴールできてたら、かなり完璧でしたけど、まあ、さすがにって感じですかね。で、カンストもうまくしないで来れたので、ぶっ飛ぶかどうかか。ちょっと怪しいな。大阪行けますね。大阪、これ、買い占めできますね。買い占めちゃった方がいいかな。強え！え、このダブルタックめちゃ強くない？超固まってるんだけど、人が。人が恐ろしいほど固まってますね。ただ、これを言ってる暇がないっていう感じかな。これが6とかだったらなぁ。大阪行きたいですね。買い占めしたいですね。できたら。筋力と精神か。大阪寄りたいな、これ。ちょっとポイント使わないとはみ出そうなんで、使いたいが、精神600点だもんな。マジで技術がやべえ。600精神か。こんなもんか。はい。で、大阪行きましょう。で、ここは買い占め。ようやく買い占めか。買い占めは遅。お前の言う通り。からの、行く！頼む！さあ、勝てました。ナイス。お。いいですね。岡山は、変化変化、筋力、これ買い占めいけますかね。技術がちょっとカンスト気味かなっていうところはあるので、ゴールドカードないね。技術カンストさせてもいいかこれ。っていう感じもないことはないが。技術 100% カンストするよな。いやー、ちょ、変化球ポイント600使うんで、あんまりよろしくはないかな感はありますけども。技術か。逃げ玉ぐらいしかないっすもんね、正直。どうしたらいいんって感じ。いや、技術か。マジで使うとこないな。重い球。8。とりあえず、いいかな別に。こんなもんで。こんなもんでいいっすかね。で、岡山行きましょうか。もう漏れる前提でバランス整えていく方が大事なような気がする。で、技術が死んだんで、まあ、こんな感じで、しっかりと、グラウンド。からの残り18。急行使った方がいいかな。マジで遠い。マジでめちゃくちゃ遠い。広島。
広島は買うポイントが変化球と精神一緒に変えたらよかったけど、杖このダブルタック強いな。もしくは 6×12 にしてもいいかもしれません。急行使ってね、ゴールカードとりあえず買おうか。そうしよっかな。ちょっと12ってどこに行くかわかんないんだけどさ、この確認がなかなか難しいですよね。13だとここなのか、12だとカード駅ですね。まあいいかな、とりあえず行くか。急行を使います。で、精密機械取ったよね。はい。で、技術また入ってきますけど、まあ、技術自体は履けるんで、まあ大丈夫かなって感じですかね。クイック待ちか。牽制は取ろう。まあ、こんなもんでいいかな。逃げ玉取っちゃいます。はい。で、カロリーバー一応残ってるんで、カロリーバーうまく使いながらゴールまで。絶好調カードいらん。絶好調カードマジでいらんですね。まあ、もうちょっとね、こう、いいカードだったんで、もうちょっとというかめちゃくちゃいいカードだったんで、本来は。遠慮すればいいんだよね。思考のクローザー入りまして、ゴールしっかりいけました。絶好調カード使おうかな。カロリーバー、ちょっと待って、メンタルかもしれん。ははメンズではなかった。カロリーバー使います。で、鹿児島入りましょう。で、鹿児島は経験点かなり入ってくる印象あるので、しかも技術全然やな、これ。なるほど。精神と変化ですね。こんなもんでいいかな。多分大丈夫でしょ。スタミナ踏みまして、ゴールします。OK。うわ、すげえ。そして、博多ナイス。これ完璧ですね。通用、技術えぐ。よし、これは、相当いい感じですね。緊急登板。な、今、特急カード入った。お、しかも特急入った上に、好景気になりましたね。てか、好景気だったのかもしれない。だからこんなに入ったのかもしれない。ってことまで考えるとなかなかですね。ちょっと角を振りながら、ごまかしていきながらですね。ここは絶対譲れないですね。あとは、まあ、もし可能だったら、ちょっと急速連とかも踏みながらかな。買ってきますカード使おうかな。いらんか。絶対ゴールしたいな。スタミナ、あ、ゆかりの地ですね、一応。これ、ゆかっとこうかな。いついけるかわかんないですね、ゆかりの地。はっ、ナイス、特急、絶好調いらない。さいだら。ぜんざいのゆかりの地なのか。わー、ちょっとお昼のカード、ワンチャン欲しいな。いやー、ちょっと買ってきます。使っとけよかったが。買っとけよかったが買ってきます。ちょっとお昼ね、いやーちょっとぶっ飛び捨てるかな。まあだから難しいですよね、どのタイミングで何使うみたいなのがね。これ絶対勝ちたいんで、タラレバ使いましょうかね。2、はい、いいですね。好景気の間はマジでゴールめちゃくちゃ重ねたいんで、筋力600、技術700、筋力600じゃない、680の700の200っていうことは、680の700の200、はい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 。なので変化球は打っていいんだよな。680の700の200、はいはい。680か。こんぐらい振っていいんじゃないかな、多分。
400入らんと思うけど、まあこんぐらい振ってもいいか。で、変化もう一個振る？いや、振れねえわ。オッケー、ナイス。次もガンガンゴール目指していきます。ナイス。新潟と、さささささささ、いいですね。ここ物件、九州地方はいい感じで、ぜんざいは負けられないでいいんですよね。久しぶりに使うなみたいなとこもあるんで、ぜんざいはやっぱ強いですよね、コントロールだし。教えてくれじゃないかな。負けられない中、負けられない中、はい、いいよ。ただこれエンマがだいぶ近いのかな。33か。買ってきます。さっさと使った方がいいのと、6はないか。ただこれ行くとこもないんで特急使います。で5マス進みましょう。お、しかもゆかりの地、たまたま、ありがてえ。たまたまゆかりの地、いいですね。ギャネンドラ、ナイス。神よ、このたまに来るギャネンドラがめちゃくちゃうまいっすね。経験点やば。経験点マジやばいんだけど。お、6あるね。京都か。京都は1回じゃ取れないやつか。6進めるんで、ちょっと行きたい感ありますね。6だと18か。21、20、19、18。うん、18だと微妙だな。青ですね、単純に。単純に青だったら、まあ、いやーでもゴールを目指したいんですよね、とにかく。とにかくゴールを目指したい。ゴールの回数、まあ経験点が段値で違うんで、本当に。ちょっとこれは頑張ろうかな。メンタルでいいっすよね、別。いやまあ、そうか。メンタルじゃなくてもいいけど。メンタルじゃなくてもいいけど。まあどうせ次あれなんでっていうところでね。メンタルじゃなくてもいいんですが、メインにしよっかな。うん、行くとこないですもんね。ぶっちゃけ他。変化でもいいんですけど、まあメンタル行きますか。ゆかり持ちだったら最高だったけどな。あと12、13か。うん。ぜんざい、オッケー。ゴールドカード入りまして、西へカード入りまして、ここは体力だけ。ちょっと戻しておきまして、買ってきます、今のうちに。使いましょう。新潟のなんか、うんぬんかんぬんを手に入れました。うんぬんかんぬんを手に入れました。からの、お、いいですね。選び放題。東京ゆかりの地ですね。素晴らしい。行くか。ありがとう。全然、全然。わー、マジか、技術足んねえのか。技術でも1回じゃ無理か、これ。980ですけどね。これで、一気に使い切りました、ナイス。東京はさっさと行けると、いい感じになりますけどね。お、やめてー、あー、それは痛い、特性霊ないよ。ちょっと今のだいぶ痛いですね、これは。カードもらいたいね。スタミナでカードですかね。って感じがいいかなっていうとこですかね。スタミナ結構伸びてますね。A まで伸びてますね、実は。お昼寝カードでいけますが、特性霊ちょっと欲しいな。たられば。からの胡蝶をしのぐ走りまして、246エグ。眠りの前日、このタイミングで。このタイミング神じゃん。これさ、不眠症のあるとかないかな。眠りの前逸。上ですね。試合前に寝不足にする。うめえ、このタイミング神。ゴールできない。タラレバーですかね。あと、2ターンか。使いたいね。に来い。いやー、こんのかい。こんのかい。だったら不眠症直すかカードのどっちかかなっていうところですかね。不眠症直しに行ってもいいな。やることねえしな、今。
通院します。おいダメでしょそれは。通院でそれはダメですね、マジで。うわ、しかもゴールできねえ。これめちゃくちゃ痛えわ、マジで。マジかー、ちょっと、まあ、2位自体が出にくい構成になってるかもしれないからな。そういう意味では、ちょっと1位進めておくべきだったかもしれません。ちょっと経験点使って、そんなにたくさん入らんよな。ちょっとわかんねえんだよな、何点入るか。っていうのも、一応問題としてはやっぱありますね。何点入ってくんのみたいな。こんだけ使っとけば大丈夫かな。ちょっと1位でカードの駅行っといた方がいいかもしんないですね。っていうのと、ちょっとイエローカードをサクッと使っとこう。わー、めっちゃ損させられた気分。1位進めるカード、確実にゴール確定。いやー、ちょっともったいなかったっすね。経験点はまあまあ入ったが、12,410点。もうちょい欲しいとこですね。ちょっとこの2ターンがもったいなさすぎましたね。後継機もこれで多分過ぎちゃったんで、特性霊は一応入ったんで、これで病気はなくなりまして。この辺は気をつけなきゃいけないな、次回から。変化800、筋力300。てか変化は800じゃないわ、920点か。920点か、調整むずいな。まあ、200点入る前提で動けばいいんじゃないのかなって感じなので、こんなもんでいいのかな。うわー、しかも不景気になっとる。マジか。ちょ、これ足りるかわかんねえぞ。一気に不況に立たされましたね。もうちょい早く教えてくれればよかったのが。東京は行きたい。あぶねえ。ギリギリ行けましての。うわー、ちょ、むずいわー。景気がむずいな。6行きたい。6行ったら、ゆかりの地&確実にゴールできるやつですね。確実ゴール2。確実ゴールしたい。これさ、大丈夫よな。106とかにしとく。こんなもんにしとくか。これで、エンマ頼むで、マジで東京行かしてや。これでいい。豪速球。いいですね。豪速球はちょっと欲しいですね。西へカードいる？福引きがいらなかった。ちょ、マジで頼むで。OK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 、ナイス。で、サルカーは回り込んでおきまして。やっぱ1危ねえ。マジで危ねえわ。経験点は多分あんまり入ってこないっすけど、技術か。技術消費がまあ多そうって話と、根性。これでまあ十分でしょ。一応、スタミナかな。犬山のコツ狙いでもいいか。重い球順の伸び。伸び欲しいな。順応直撮りしましょうか。もう一旦の順応伸び。伸びくだせ。OK。いやー、超もったいないわ。広島、遠い。これで買い占めですね。東京買い占め早いな。ゴールドカード伸び、OK。これ狙い通りですね、ここまでは。で、クイックのコツが入りまして。33、ちょうど西ありますわ。西カーブ。近く。だいぶ近くなったな。さっさと近づいておきたい感じもありますが。6か ?6 と5、どっちでも正直大差ないんですよね。タックでいいかな。まあ、準急カードがワンチャン入ったら話変わるんで、まあ、コントロールにしとこうかなぐらいの肌感ですけどね。はい。デイ。買ってきますか。からの
おお、剛速球2枚。ちょっと使いにくいから、あれなんですけど。遠慮します。うわ、場所がええ。場所がええ、欲しいわ。オッケー。ちょっとこの辺が怖いですね。相当。ピンチ。結果面は早めに取っておくのと、あとは、買ってきます。使いましょう。仙台の LED 結構強いんじゃない？ああ、いいですね。140。筋力一気に消費させられている。ああ、よかった。マジで肝を冷やした。筋力使わんわ、ここ。肝を冷やしましたね。あー、どうしよっかな。変化でいいかな。変化、タックしてますしね。変化取るか。変化球いきます。3とか来んのかな。新幹線ナイス。3はちょっと怪しいよね。あ、いけました。オッケー。高速球、とりあえず重たいな。とりあえずめちゃくちゃ重たいな、今。3がちょうどいきましたね。精神600。吹っ飛ばされる。精神系か。なんか、新鉄1。これで十分でしょ。うん、オッケー。いいですね。ここまでは悪くない感じの運びはしてるんじゃねえかなとは思いますし、岡山最高。オッケー、ナイス買い占め。球速骨まで入りました。いいんじゃないこれ、普通に。本当にセクニー、おお、一撃ゴールじゃん。セクニーのあそこで若干詰まった以外はかなりいい流れかなというふうには思います。で、今340とか入ってたよなってことまで考えると、またポイントは使った方がいいか。今、ポイントがほぼカンスト状態なので。ちょっと、剛速球がカードの枠をだいぶなんか圧迫してるんで、これ、ちょっと早くなんとかしたいですね。うめぇ。うわぁ、青森。場所替えカード使おう。場所替えしていきましょう。すげえ。説明会。ちょっとわからん。正解がわからん。場所替えしても32。そうか、32か。あんまり、言うほどですね。言うほどなんかすごいあれではないのか。どうしましょうかね。結構難しいな。6はないから。あ、ゆとりの地スタミナタック来てますね。もしくは守備。ゆとりタック来てんのか。ゆとりタック。ゆとりタックって言うとなんか、ちょっと語弊があるかもしれませんが。場所替えしてもいいような気がするんだよな。それ、剛速球、ゆとり、スタミナタックでもまだしなくてもいいかな。なんか、いいっすよね。しなくて。っていう感じの状況にはなってる。早く物件買いてえよな。新幹線使おうかな。ただ新幹線使っても20しか済まないんですよね、今。マックスで。場所替えやな、やっぱ。場所替えします。で、よし、物件来てもらえた。静岡買い占めできると思うので、筋力ね。はい、これで。バチでしょ。ナイス。スタミナ踏みつつの、しっかりと買い占め、オッケーです。やめて！おー、危ねえ、怖え。もう何回、今何入った？お昼？ 6 進めるカードか。物件止まれますね。横浜は精神すげえな、たっけ。めちゃくちゃ精神高えわ。まあ、残りターン的には、6はないからな。技術か。
まあ、いいかな。って感じしますね。止まっても、いいかな。800点か。すげえな。精神800はいいんだけどさ。技術がカンストしそう。あ、すげえわ、これ。すごいことなってるね。ポイントが一気にバランスは悪くなりますね。まあ、致し方ないから。で、パラの、サッカーと、この買い占め結構大変だな、やっぱ。そう思うと。変化点。パラのちょっと回復入りまして、ありがたい。そして、モテましたね。これ新幹線行こうかな。青森はできればゴール仕掛けたいですね。わぁ、綺麗。仙台行けるわ。仙台これ買い占め行けますね。仙台ですね。仙台は技術600変化200なんで、ちょっと振っときゃまあ十分。残り7か。あー、7か。ちょっとまあ、7だったらみたいなとこあったな。よし。回収物件は結構増えましたね。で、剛速球と6進める。1でもいい。杖。このタックを踏んで頑張るのか。はたまたって感じですね。3が出ないとダメなんで。ゴールは絶対したいんですよね。この進めるカードで。ことまで考えると1でもいいかもしんないけど。まあ、最大値は絶対こっちですよね。スタミナも。これで一気に上がるわけですから。最大値狙いでいくか。お昼寝使いまして、最大値狙いでいきます。まあ、出るっしょよ。やめてー、やる気がやばい。OK、ナイス。最大値狙い成功。で、一応ここで決算を迎えるので、ある程度は振っておきたいですね。筋力とかめちゃくちゃ入るんじゃないかな。ちょっと青森を買い占めるポイントが。変化600なので、変化だけ残して200点精神はなんとかなるんじゃないかな。うん。なんで基礎値振っていいですね、全部。変化600はなんとかなるでしょう。220。220ぐらい入らないかな入らんかな ?220 くらい。うん、まあ、こんなもんか。で、振りまして。あ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。印象が、やや足りないかな。印象やや足らないかな。うん、こんなもんでいいかな。はい。スタミナはもう行く必要ないのか。スカウト評価でも上げときますか。OK! いいんじゃない？まあ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 。な感じはする。ナイス函館。やっぱ目的地がね、近いっていうことが本当に何より重要ですね。OK! なかなかいい感じはするが、果たして。もうほぼ、セクサンでこのカンスト具合はやば。え？凄まじくない？ 2 万点。ちょっとまあ、もうちょっと出ないかなって毎回セクサンは思うけど、ほぼほぼカンストしてますね。えぐ。新幹線カード、ナイス。そして5でゴールができない。やば。なにこれ。カンストしとるんだが。カンストしとるんだが。ゆかりの地とかもいけないですね。ちょっと守備一回踏まないと便所足んないかもしんないんで、まあ、どこかしらでちょっと意識はしたいんですけど、カードも別に枚数が同行って感じないもんね。今、170まで上げて、いや違うな。170で2キロ上げでいいですかね。よし。鉄火面取るからダメか。あ、筋力やば。
まあでも、そうだよな。そうだよな。高速球使いたいんでね。で、4か。いやー、ここで取っちゃってもいいような気はするけどな、ウィン商店。取っちゃうか。後で悩まされそうですもんね。で、ここはコンピューターに任せておきましょう。クイックもこれで大丈夫ですね。そうだな。何をどこまで取っていいかわからんな。これで行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。OK ですね。からの、おー、つえ、217。ゴールできないのかい。マジかよ。ここは一発でゴールしないと、ダメですね、これは。これはよろしくないですね、正直。こういうやっぱ、ぐだるターンがあると、伸びとしては、悪くなっちゃうかなっていう印象は強いですね。OK、ゴールできる。函館は、筋力600の技術精神。技術精神めっちゃ重いっすね。海岸一回仕掛けてもいいかもしれません。あ、重っ。重っ。正解かどうかわかんないな、この回。変化球プライド。まあ、ありだけどな。敏捷なんすよね。いいかな。ですかな、これ。ありよな。全然ありよな。で、函館は、はぁ、あ、はぁはぁ。OK。OK。はっ、ナイス、札幌、いいですね。このループよな。これ、決算、いろいろ入ってくるんじゃない。残り9。剛速球使いつつっていうのと、あと3があれば、あるわ。3があれば行きたいって言おうとしたら、ありましたね。これで、ゴールは確定です。ゴール確定演出来たっていうところで。剛速球使っとくか。これで球速は172キロですね。ただでほぼもらえたような感じですかね。よし、6進めるカードでゴール確定。お昼寝カードもタイミングとしてはいいですね。お、てか使わずにゴールできるわ。札幌はただどんなもんなんですかね。筋力800、技術600、技術900ですね。あとは、変化ちょいちょいって感じか。なるほど。なるほど。よろしくないですね。変化球プライドこそ欲しいんですけどね。いや、300点ぐらいは入るやろ。ただ300点以上入るかどうか全くもってして謎だ。海岸しましょう。なんか風格とか来ないかな。剣手はいらん。当たりばっか残ってると思うので、不屈ナイス。ここはもう積極的に行くべきなんでね。さて、さて、技術もなんか600、900とかだっけ？なんか結構使った気がするけど、900点か。技術使えないですね、なんで。ただ精神は使わないと多分、おそらくですけど、溢れる。かな。変化球プライド取るしかないですね、そう思うと。これで、ゴール行きましょう。多分、遠いんで、札幌。ある程度入ってくるとは思うんだけど、わからんわ。255。はっ、ナイス、わかんない。これゴールしてえわ。はっ、筋力足んないやん。マジか、買い占めできなかった。筋力欲しかった。これは、もったいないですね。筋力行きたかった。新幹線で12。あれこれゴールじゃないこれで。
新幹線ゴールできそうですね。ただ新幹線でゴールするべきかどうかみたいなところもありますが、まあゴールでいいんじゃない？ゴールして、だってもう無理もんね。他。他 100%。まあ東北地方になったらワンチャンあるけど、ぐらいの感じですからね。これゴールしちゃうか。ゴールしたらマジでやることねえな。ゴール、ちょっと待って、6もないもんな。やっぱゴールした方がいいな、だったら。で、これでゴールなわけなんですけど、稚内は、技術が800。いやーもうほんとさっきから噛み合ってねえわ。精神が600、変化400。なるほど。ここで角振って、精神600か。筋力が、さばけないですね、現状。筋力が、おかしなことになっとると。これでいいか。これで、いけてるでしょ、多分。はい。OK! まあ、本当に1ヶ月ぐらいかな、ぐだってしまったの、不眠症とか、あとは途中のね、ところで。まあ、それ以外は良かったんじゃないかな。うわぁ、全部取れねえ。技術が。さすがに技術重すって感じか。まあ、ここはもう買うしかないですからね。で、あとは、この買ってきてくださいカードで買ってきてもらって、で、筋力がアホほど余りそうです。そして精神マジで足らないです。精神、筋力やば。筋力やばいってこれ。バランスがガガガガガ。筋力は、まあ、なんかいろいろもらえるやつで調整していく感じか。はい。なんか買ってきますとか、新幹線とかで、もう一回物件行きます。場所替え。場所替えだったらなんか、なんとかなるかも。場所替えして、お、札幌。お、ギリギリ超えるやん。これ、買い占めでいいかな。買い占めて、で、これ決算来るっすよね。決算来るっすね。まあ、買うのは当然だとは思うんですが、あとはこれをうまくさばけるかどうかの問題か。800点。800点ですね。800点か、重った。800点重った。縛り、ちょっと待って、クイックは取ってない。っていうか、足んねえ。マジか。いろいろむずいんだが。え、足んないやん。認証。認証いつの間にか足らなくなってますね。縛り取れない。一回ぐらいはなんか行かないといけないのと。これ、まあ取るしかないですね。あんまり取りたくないんだけど。あとは、さばけるところでさばいてはいきますが。筋力800か。これ、カンストしてるからな、マジで。みなぎ、いやー、これ。いやー、守備か。縛り、無理だろうな。さすがにきついだろうな。縛りは触れないですね、やっぱり。ここに来て筋力か。いやー、難しいですね、このゲーム、マジで。いや、精神ポイントは、ある程度、やっぱり、温存したいよな。うん、まあ、こんな感じでしょうかね。筋力が他さばくとこないので、うん、ないね。だからまあ、これはもう、甘んじて受け入れるしかない、パターンのやつかな。まあ、取れるとしたら、盗塁アシストとかですかね。っていうぐらいの感じですわ。うん。で、これでいいかな。まあ、場所替えするっていう方向もなしではないが、ここを買い占めが一番効率的には良さそうだし確実ですよね。
オッケー。まあ、多分、ほぼいい感じなんじゃない？えぐ。やばすぎ。なにこれ3600点ぐらい入ったんだけど。えぐ。余裕のカンストですわ、えぐ。すげえ。本当にできるんだな。そしてこれ守備練習踏みたいですね。アロリーバーちょうどあります。で、やば、えぐすぎでしょ。これやばくない？マジ？は？はってなった。マジではってなった。あ、ここに振りながら。結構入ってくると思うんだけどな。守備練習。うわ、やば！は？強い、強い強い強い。マジでめちゃくちゃ入ってくる。ちょっとやる気上げたいかな。タックもまあまあ、これ強くはありますが。思考の黒田取ってんのか。強えわ。なんやこいつ。クイックは取れた。ただ、敏捷もう一回ですね。なるほど。やる気回復します。敏捷もう一回やんか。お、強い。善逸で敏捷をもらえるけど、これ強いよな、ポイントが。こっちでももらえるわ、っていうか。こっちでもらえば何の問題もないわ。はい、OK です。問題解決。あとは、ちょっと強心臓のことだけは頭に描きながら、ポイント振りたいですね。マジエグいね、これ。凄まじいことになったわ。まあ、査定自体が伸びるかどうかはちょっとまだわかんないんですけど、ターン打ち絶対取るよな。うん、ほぼ全ていってますね。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。からの。お。はぁ、あ、はぁはぁ。犬山くんにポイントもらう方がいいかなって感じはあるな。一応これ取ったら、縛りも触れないことはないかなって感じか。まあ、猿敏捷の方がいいかもしれないけど。それを考えると。11じゃ足んないですからね、打球反応取ったら。だけど反応取ったら2残りですね。2残りの22でしょ？足んねえもんな。うん、ここちょっと変化にしますで、しっかりと22もらっておきましょう。これで、縛りも一応、トロトメば足りてるんで、いいかなって感じですかね。縛りを取るかどうかはまだわかんないですけどね。黒ファイ取るか。うん。荒れ玉も、まあ、コツもらってるんで、取っていいとは思うんですけど、まあ、一旦、ここはお休みで。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次、行きましょう。カラーの、おぉ、好きなとこ踏めるわ。筋力、いるかな。まあ、一応いるんかな。技術の方が必要そうだけど、ここ振るし。うん、技術ですね。技術取ろう。はい。OK。で、ここも探ります。で、一個ぐらい振ってもいいかな。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。さあ、ラストターン。逃げても溢れないでしょ。ここは、ここ行ってからかな。OK。しっかり勝ちたいが。さて、さて。んー、まあ、変化一つ取るかな。これ、ちょっとわかんないですね。一つぐらい取りそうだな。まあ、バランス的にはこんな感じでいいのかな。ちょっと筋力が、縛りは一旦置いとくか。それで行きましょう。はい、勝てました。ということで、なんとか終われました。まあまあまあ、よかったんじゃないのかな。めちゃくちゃ経験点出たとかではないとは思いますが。まあ、あそこまで決算出るんだっていうところが分かっただけでも、だいぶいい感じのサクセスだったかなっていうふうに思います。
はい、ということで33,617点ですね。ということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 段かな。15段で一応3日得っていう感じですね。で、25,23 ですね、各集客。おー、ということでいきなりね、P1 に近い抑えができました。先発に直すと多分1か2ぐらいの感じだと思います。で、まあ普通に強いだなっていう印象です。経験点これだけしか出てないので、デッキこれでいいかもしれないな。まあ割と僕の中ではいろんなことが見えたし、なんかこう惜しいところがたくさんあったので、なんかそういうところも階段にしていけるんじゃないのかなっていうふうに思いました。まあ夢がありますね、あそこで3600点以上入るっていう。もうビビっちゃいましたわ。なんでまあ進め方としては多分間違ってないんだと思います。あとはもう少しグダグダするターンをなくせるといいのかなっていうところと、まあやっぱ買い占めタイミングですかね、物件系の。まあそこがもうちょっと上手くなるとより良くなってくるのかななんていう風に思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。